東京から北へ150キロ栃木県の北部那須野ヶ原の西にそびえる山へ分け入ると塩原温泉にたどり着きます。古くから訪れる人々の心と体を癒してきた町塩原。塩原を愛するみんなの合言葉、塩原プラスラブで塩原ラブ、第98回始まり始まり。皆さんこんにちは。こんにちは。パーソナリティの高一です。そして塩原高原大根のフロフキンです。フロフキンちゃんこんにちは。こんにちは。どう、毎日暑い日が続くけど、ね、少し涼しい日も、ね、あったりするとホッとするよね。暑い ね、 ね、うん、ね、時々こう街の中とかに行くとやっぱりアスファルトの暑さが、ね、答えるよね。そうだね、うん、まあ、そんな時はやっぱり塩原の涼しい川風に吹かれるとね、お、いやちょっと寒い時なんかあるからね、川風、うんうん、ぜひ秘書に、ね、訪れてもらいたいと思っていますよ、うん、はい、さあそれでは最初のコーナーです。塩原で起きたあんなことこんなことを紹介していきます。ローカルニュース塩原事件帳。梅雨明けからですね、順調に天気も良、ね、かった、気温も上がったということで、さあいよいよオープンしました、うん、ハンターマウンテンユリパーク。おー、まあ、今年はですね7月20日の予定を1週間繰り上げてですね7月13日にオープンとなったんですが、まあ、最初の1週間は、感謝のためにこう入園料無料ということだったんですが、うんうん、いよいよ7月20日からは、まあ、通常営業ということで、うん、入園料と、ね、それからリフトの料金もかかるという形になるんですが、今年は順調に生育をしているということで、もう今開花状況がですね、早咲きの透かしユリ系のものがいよいよ見頃を迎えてきますということで、7月の末に向けてですね、透かしユリ系早咲きのユリが、見頃になってくるということですね。それから、中学生などがデザインをしたデザインユリとかですね、あとはリフトで登っていったその先にある白樺エリアでも少しずつ花が開いてきているということで、まあ、これからもうそろそろですね、まあ見頃最盛期というようなことでの表現をしても大丈夫かなということなんですね。もちろん早咲きだけでなくて中咲き遅咲きとね、いろいろな全部で50種類500万輪、うん、ね、花が、ね、咲き揃うということですので、楽しみですよね。今回はちょっとお食事ネタなんですけれども、ゆり天と夏野菜のぶっかけ冷やしそば、うどんとかね、ゆりにちなんだメニューとか、なす豚ベーコンの冷製サラダスパゲティ、うん、日光の天然氷のかき氷ですね、うんうん、そしてゆりソフトなどね、うんうん、食の方でも十分楽しめるということです。今日のローカルニュース塩原事件帳、もう全国的に宣伝という感じですけれども、ハンターマウンテンのユリパークがオープンしていますという話題でした。それではここで映像をご覧いただきます。この店知ってる？塩原新名物とて焼きに冷たい兄弟分ができました。クールとて三好堂さんに来ちゃいました。お待たせしました、和コーヒークールトテになりますね。和コーヒークールトテですか？はい。いつものトテ焼きとはどこが違うんですか？はい、コーヒーゼリーを菜の芽に切ってバニラアイスとコシアンと皮を丸ごと凍らせたものになりますね。丸ごと凍らせてるんですね。はい、そうですね。食べ頃はちょっと皮が少し溶けたぐらいが一番食べ頃になりますね。の和コーヒークールトテでした。ではご一緒に塩バーラブ、ぜひ食べてみてください。知らなくってもいいけれど知っていたらちょっと嬉しい塩原の雑学マニアQ。さあ3択でね、いろいろな問題に挑戦してもらっていますが、
さあ今日は事件帳どこのお話をしましたっけ。ユリパーク。そう、ということはユリパークの問題ということだね。そうなんだね、うん、無理やりだね、うん、さあハンターマウンテンのユリパークどんなところかと言いますとスキー場、うんうん、ね、スキー場ということで塩原温泉街よりもさらに山の上にある標高が高いところになります、うん、だから今日はそのユリパークなぜ涼しいか、うん、それは標高が高いから。じゃあその標高を当ててくださいというのも問題です。ひょ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 なんだ。はい、ハンターマウンテン、もちろん山頂の方ですね、明神岳という山の山頂は、1600メートルを超えてますけれども、麓の、まあ、センターハウスというんでしょうかね、ここがある麓の標高を当ててもらいましょう。3択になります。 A は1140メートル、 A は1140メートル、 B は1180メートル、 B は1180メートル、最後 C は1220メートル、 C は1220メートル。さてハンターマウンテンのゲレンドのふもと標高は一体何メートルぐらいなんでしょうか。答えは耳寄り観光情報の後です。せーの、耳寄り観光情報。もうね、うん、夏休みになってからね、うん、お子様連れが塩原にも来てね、とてもにぎやかというか、うん、活気づく感じがするよね、やっぱり子どもたちの笑い声歓声であったりね、まあ、時折こう走っている姿を見かけたりするとね、いやいいな若さってとかって、違う違う違う、ね、子どもたちの、ね、元気な姿っていいですよね、うん、さあ、ね、夏休み塩原温泉もいろいろな話題がありますが、今日はちょっと駆け足で紹介していくような感じになります。まずは7月28日に行われるこちらは、お祭りですね、川崎大師厄除け不動尊年祭法要、うんうん、はい、これは毎年7月の28日に開催、今年は日曜日になります。須磨木富士と言われる、まあ、富士山とも呼びますね、小高い山の上に祀られた、高さ6メートルほどの不動明王像、この前でですね、本山の川崎大師平賢寺さんから、お坊さんたちというんでしょうかね、それから檀家の皆さんなどが、訪れまして大きな、まあ、お祭りが行われます。まあ、これは厄除け不動尊ということで、身体の、ね、厄除けももちろんですが、商売繁盛とか家内安全とかね、夫婦円満とか、まあ、いろいろなこうお願い事を聞いてくれるというね、お不動様のお祭りになります。こちらは7月28日ですね。そして地元の人たちが町を元気にということで開催しているお祭りを一つご紹介します。塩釜という地区があります、うん、場所でいうと七つ岩吊り橋という吊り橋、そしてそこには道路沿いに足湯もありますね。さあこちらで、開催されるのが塩原温泉塩釜ワクワク祭り、うん、ここは温泉がとても豊富な地域でして、その、まあ、シンボルとも言うんかな、温泉が湧いているところに塩湧橋という橋がかかっているのね。でその塩湧から名前をもらって塩湧会という地元の人たちのグループが開催している夏祭りです。もうお湯がワクワクでもあるし、夏でワクワクというね、そんな、言葉になってますけど、8月3日土曜日午後3時から8時までちょっと納涼という感じになってきていいですね、うんうん、もう本当に手作りのイベントになりまして、縁日コーナーでは射的、輪投げ、くじ、そして焼きそばやポップコーン、鶏の唐揚げなども販売するそうです。
それからね、カブトムシとかクワガタムシも待ってるよ。生ビールとかラムネ、おつまみに焼き鳥まで、これは美味しそうですね。また、見て楽しい、聞いて楽しい、ワクワクステージというのもあるそうで、そうそう、9月のお祭りに向けて、この塩釜地区の若い人たちがお祭り囃子を演奏します。それからカラオケタイムもあるそうで、うん、なんと午後4時半から6時半まで2時間。長いですね。もうこれ多分ね、マイクの取り合いだから2時間ぐらいないと間に合わないので、はい、カラオケタイムもある、うん、そしてエンディングは塩原のみんなが踊れちゃう塩原音頭、適当に踊ってみた。はい、塩原音頭で、ね、最後盛り上がりましょうということでね、8月3日土曜日午後3時から8時まで七ツ岩吊り橋の特設会場で塩釜温泉のワクワク祭りが開催されます。駐車場もすぐ近くにありますのでね、お車でお越しいただいても OK。 ただお酒を飲む人は車はハンドルキーパーを用意してお越しくださいね。さあ、この後もお盆などに向けて塩原ではいろいろな催しがありますが、順次紹介をしていきたいと思います。以上、せーの、耳寄り観光情報でした。さて、三択クイズマニア級の答えの時間です。今日はもうね、あまり悩まずに三択、ね、答えてみてくださいね。ユリパークが開園していますハンターマウンテン、このゲレンデのふもとの標高を当ててください。 A は1140メートル、 B は1180メートル、 C は1220メートル。フロフキンちゃん、答えをどうぞ。 A の1140? A の1140メートル、うん、正解。ホームページ上ではですね、1138というふうに書かれてますが、まあ、ちょっと試写誤入させてもらいましてね、ふもと、うん、はですね1140メートルだそうです。それではユリパークの山頂はどのくらいだと思いますか？ん、さっきの1600は何だっけ、うん、それはね、スキー場の山頂になるので、リフトではなくてゴンドラで登っていった頂上が1600いくつなんだね。ユリパークはじゃあ、切りのいい数字で1500。わわわ、そこまでいかないですね。ユリパークのね、山頂は1300メートルだそうです。んー、ね、でも塩原の街の中も涼しいでしょ、うん、でも温泉街の中心部って標高530メートルから40メートルぐらいなんですね。それと比べるとさらに500メートルも高い場所にあるユリパーク、うん、これはもう別世界で当然ですね、うんうん、はい、ぜひこの涼しいユリパークで香りの良い、ね、ユリの花を堪能し、そしてちょっと汗をかいた後にユリソフトクリーム、やっぱりユリソフト、ね、食べていただきたいな。ユリパークも、ね、営業しています。ハンターマウンテン、ぜひ遊びに行ってみてください。以上、マニア級でした。それではここでもう一度映像をご覧いただきましょう。この店知ってる？塩原温泉の中心、妙雲寺というお寺の隣にあるこちら、日本料理のお店松本さん。今日は季節のおまかせランチをご紹介します。さあ、店内に入りました。こちらは1階のお座敷です。間口は狭いんですけれども、お座敷、それからカウンター、2階に上がっていきますとお座敷もありまして、団体のお客さんでも利用できるんですよ。はい、お待ちどさまです。うわー、お皿もたくさんですし、色とりどりですね。こちらは季節のおまかせランチ。はい、そうです。今日はどんなものが載ってるんですか？今一番旬なのはこちらの青梅をですね、辛みにしたものですね。はい、あ
と秋田から来ました純菜ですか、うんうんうん、こちらもそのもので入ってます、はい、まあと定番ですが毎日練ってるごま豆腐ですね。これが美味しいんですよね、はい、あとこちらに村にある肥料酢の方も、はい、こちらも全部手作りで、まあ、中に今旬の枝豆とか、うん、こちらゆり根も今日は入ってますね。あ、はい、あと炊き合わせになっております、はい、あとご飯の方もこちらは有機肥料で手間暇かけて作ったコシヒカリになります。美味しいんですよご飯も、はいはい、あとお味噌の方もこちら大豆から作っていただいている自家製の味噌になります。うわー本当に贅沢な一品ですよね。でこちらは季節のおまかせとなっていますが、もちろん季節ごとにいろいろなお料理になるんですよね。もちろんそうですね、旬のものが一番体にいいですし、また美味しいですので、はい、まあ、毎日変わることもあれば、そうですね、季節ごとにもちろん当然変わりますので、旬のものを美味しくいただいていただければと思います。なんと毎日変わるかもしれない季節のね、本当その時の旬のもの体にいいですもんね。そうですね。では早速いただきます。こちらの食後後につきますデザートになります。デザートもありました。これは今日は何でしょう。今日は抹茶を入れまして作りましたわらび餅になります。抹茶のわらび餅、じゃあ最後までゆっくり噛んでね、美味しく食べたいと思います。うん、この一口目の味噌汁からうまいです。日本料理松本さん、季節のおまかせランチを紹介しました。ではご一緒に塩バーラブ。今日のこの店知ってるは日本料理松本さんのおまかせのランチね、季節のおまかせランチをご紹介しています。ちょっと長かったでしょう映像。うんね、うん、もうお伝えしたいこといっぱいなんですが、あのお盆の上、うん、すごかったよね。もうね毎回思うんだけど、小さな器いくつも出てきて、その中に本当に彩りも豊かな、うん、こう宝石箱のような、ね、うん、感じで、お話にも出てきましたけど、旬の素材はとても体にいいので、うん、そうした旬の素材を調理してお出ししてます、うん、でおまかせランチということで、うん、その日のいいもの、うん、その時のいいものを出してくれるので、うん、例えば今日と明日行ったらもしかしたら違うものが仕入れていて、うん、違うお料理を出すかも、うん、ね、うん、まあね、一日一日毎回違うわけではないですけど、1週間違えば、うん、その時に入ってくるいいものっていうのが、うん、やっぱりねご主人の、まあ、目利きというかね、うん、あこれは今いいだろうっていうものをね仕入れてくるからね、やっぱり違う味が毎回楽しめるよね、うん、あいいないいな、うん、一度やはり松本でお食事をした人はね、松本行こうかって言うと行きたいってね、あなんかわかる気がする。それ特に女性には人気でね、うんうんうん、今度ねちょっと取材で行くんだとか言ったら、ついてくとかって言ってね、うん、いうこともねありましたし、ね、女性はね特にちょこちょこ持ったりするの、あそうだね、大好きだからね、少しずつ少しずつね、そういろいろなものを食べるっていうのではね、うん、本当ね素晴らしいですよね、うん、はい、今日のこの店知ってるは、門前、ね、お寺のすぐ横、夏だとね涼しい風が入ってくるお座敷もありますね、ぜひ訪れていただきたい日本料理松本さんの季節のおまかせランチをご紹介しました。ふるさとを愛する気持ち、塩原を愛する気持ちから生まれた言葉です。塩原プラスラブで塩バーラブ。さあやっと紹介できることになりました、うん、何でしょう。塩バラブおと言っても、うん、こっちの塩バラブ。お塩バラ温泉ではね、季節の情報をまとめた塩バラブという公式機関誌を作ってるんですね、うんうん、第9号が今年の夏号となったんですが、今回
なんだか塩原部という言葉が見当たらない、一応あるんですけど、うんうん、今回はですね、ぜひ皆さんに撮ってもらいたいということでね、塩原温泉夏ガイド、とにかく伝えたい言葉を表にデンと並べてみまして、あ、夏のこと書いてあるんだ、うんうん、塩原のことがあるんだっていうことでまず撮ってもらうっていうことでね、ちょっと今までとかなりテイストが違う。なるほど、はい、うん、でそれもこれは予告でも言ってたかもしれませんけどね、ページが今まで最大6ページだったのがなんと8ページまで、お、2ページも、ほら風呂吹きんちゃん顔隠れました、うん、という感じで、で、まあ、いろんな、ね、見どころとかイベントとか情報を掲載しています。自然散策のイベントなどもありますが、今日特にお伝えするのはこのページ。ちょっと夏の恒例になってきたかもしれない水と橋巡りスタンプラリーについてお話をしたいと考えています。水と橋巡りスタンプラリー、実はある記念日にのっとって行っています。覚えていますか？橋、そう橋、うん、8月4日橋の日、うん、それから、それから、はい、8月1日8月1日、うん、これはね、うん、水のありがたさを見直そうということで、うん、まあ、水が一番必要とされたり、それから水が少ない、水不足になってね、取水制限とかがあることもあるけどね、そういったいろいろな意味で水を大切にする水の日が8月1日、うんうん、さらに水と橋巡りスタンプラリーということで、うん、8月8日は、はい、8月8日、うん、なんだ、ぺったんぺったんパチンパチン無理やりだよ、ハンコ、そうスタンプラリーの日なんだそうですパチンパチン、本当なの、苦しくないかなそれ、大丈夫かな、考えたわけじゃなくて、うん、ちゃんと何かで提唱されてるんです、うん、記念日だねきっとね、その8月1日4日8日というね、うん、この3日間ともしっかり、入れているということで、うん、多分塩原温泉はこの水と橋巡りスタンプラリー、もう全国的にも素晴らしい取り組みだと思う、はい、自負していますけれども、はい、全部で16箇所にスタンプを設置しています。それは水と橋にちなんだ場所、塩原には吊り橋が多いよね、うん、まあ、吊り橋だけじゃない橋もありますが、そのね吊り橋、例えば福綿不動吊り橋、山百合の吊り橋、もみじ谷大吊り橋、ね、そういった吊り橋にもあります。それから水にちなんだ場所ということで、そうだね、そう足湯の公園ゆっぽの里、うんうん、まあ、水と温泉ね、もう仲良しでしょ、うん、それからB&G 海洋センター、うん、ここプールがあるのね、うんうん、水と親しめる場所、うん、それから塩原八幡宮、ここもね、美味しい清水も出ているし、その水によって育てられた御神木逆さ杉があるよね、うんうん、まあ、こうしたところを巡ってもらって、その16箇所の スポットのうち5箇所のスタンプを集めてもらうと漏れなくプレゼントを差し上げますという取り組みです、うん、さらにこの16箇所にはすべて黒のスタンプがありますが、そのうちの6つの施設には有料ゾーンがあるのね、うん、で、まあ、黒のスタンプは、まあ、誰が行って押してきても大丈夫なんだけど、この緑のスタンプの時には、有料ゾーン、まあ、つまり入館とか入園をしてくれた人が押せるというグリーンのスタンプがあります、うんうんうん、でこのスタンプ、グリーンのスタンプを2つ、まあ、つまり2箇所有料施設を利用してくれるとということだね、うん、グリーンのスタンプも押すことができて、こちらにはダブルチャンスで塩原の嬉しいプレゼントがもらえちゃうというね、うん、そうダブルチャンスとなっているわけです。で昨年は、このスタンプラリー大体同じ期間ですね、7月の、まあ、今年7月の20日から9月の1日までなんですけれどね、600人を超える人たちがスタンプラリー達成しています、うんうんうん、今年はねさらに上を行くのではないかということで、うんうん、どのくらい行くだろうね、800か、うん、900か、
もしや1000、うん、なんということも期待してますけれどね。もう早速初日からですね、数人がありましたし、もう早くもこちらね、遠く直接引き取りに来れなかった人は切手を貼っていただくとお送りするシステムも取ってますけどね、うん、仙台のお客様から早速もうサンプラリー達成っていうことで、はがきも送ってもらっちゃってるんです。すごい。すごいよね、うんうん、塩原のどんなところが好きですかって言ったら自然に近いところですっていうね、アンケートに書いてくれてました。もちろんこれは地元の、ね、お子さんたちご家族連れで楽しんでいただくこともできますし、ね、期間中ですので2回ぐらい訪れる中で巡ってくれても、ね、十分間に合うものですからね。塩原のあちこちを巡りながら涼しい場所、お気に入りの場所を探してもらいたい、そういう取り組みになります。やっぱりスタンプラリーっていうのはね、家族連れにも、ね、特にお子様すごく人気なんだよね。うん、うん、まあ、こういったね、ことを楽しんでもらって塩原の良さをしっかり伝えていきたいということで、開催しています。ぜひ皆さん塩原の公式ガイド、ね、夏ガイドを手に取っていただいてスタンプラリーにも挑戦してみてください。以上、塩原部はスタンプラリー行くぜという話題でした。最後のコーナーに入る前にスタジオの横にお子様が見に来てくれてますよ。あ、手振ってくれてますね。はい、この番組はね、西那須野駅の近くにある疎水スクエアアクアスでね収録をしていますがね、時々ねスタジオの外見学してくれるね、リスナーの方とかね、まあ、通りがかりの方とかいらっしゃるんですね。ということで改めまして最後のコーナーは小一さん、ちょっと教えてほしいんだけど、なんだい、今回の番組が98回でしょ。はい、ってことはあと2回でなんと記念すべき100回になるわけじゃないですか。100回ですね。100回ですよ。ですよ、うん、ということはきっと何かスペシャルなことが待ってるのではないかと思うんだけど、まあ100回と言いましても、はい、あくまで通過点だから、うん、もちろん鼻息荒いぞ、まあ、あのそこで終わりになるわけじゃないので特別こう大それたことはしませんけれどね、うん、やっぱり100回繰り返してきた中での反省点、改良点、うん、そういったものがあるからね、うんうん、いろいろ考えていきたいと思ってますけど、どう？そうだね、やっぱりね見てる人から言われたことは、うん、いろいろ説明をしていてもちょっとやっぱりそのものとか写真があったらいいということなので、うん、番組内でねこうちょっと写真を入れ込むのを検討しています。なるほど、うんうん、それから、うん、フロフキンちゃんがずっとこう、ね、はい、大根のまま白い衣装だったんだけど、うん、フロフキンちゃんってイラストの中でなんか違う衣装着てることあるよね。そうなのよ。そう、うん、なので、うん、ぜひフロフキンちゃんはピンクのサムエを着てもらおうと。もらえるのね。もちろん。あった、もう用意してあるのさ。ありがとう、うんね、そしてね、番組の中でもいろいろな画面で見ている人がいるので、文字とかがしっかり見やすいように、うん、テロップの方も少しこう改善をしてみたいということで、うん、言っていますよね。全部言っちゃダメだって。あら、さらにさ、この番組は終わりにしましょうかねスペシャルなことを言っちゃいました。 ねまだあるよ、きっと音楽的なこととかもあるし、うん、あるある期待してるんだハードル上げたね今ね、ね、ということでね、はい、100回もちろんそこは終わりではないからね、うん、さらにその先に進んでいく取り組みを考えてるよ。はい、頑張ろうね。ありがとう、うん、頑張ろうね。ありがとう、うん、はい、さ、じゃあね、第98回もここらで終了となります。はい、塩原プラスラブで塩原ラブ。